カーゴトラック型のジス -5V ジス -5 は1933年10月からソビエト連邦のジス工場で生産されていた4二輪駆動の3トントラックである。アメリカ合衆国のオートカー社が開発したモデル CA トラックのほぼ完全なコピーである。1931年、アモのトラック工場はアメリカの AJ ブラント社の協力のもと設備の更新と拡張を行い、 新たにアモマイナス -2 トラックの生産を開始した。アモ工場は、これまでイタリアのフィアット社製カイマナス -15 トラックのコピーでソ連発の国産トラックだったアモス -15 を生産しており、アモマイナス -2 はその後継者として位置づけられた。アモマイナス -2 の改良は引き続き行われ、間もなくアモマイナス -3 やアモ -4 といった新しいモデルが登場した。 1933年にアモ工場はスターリン工場に再編され、同年夏にジスマイナス5の最初の原型車が完成した。ジスマイナス5の発展型のウラルジスマイナス355、ジスマイナス5の生産は1933年10月1日に開始された。ジスマイナス5は成功を収め、 1930年代 -1950 年代にかけて、合力自動車工場性の1.5トントラックギャス、AA と共に、ソ連の主要トラックとしての地位を占めることとなった。第二次世界大戦においては、ソ連赤軍でも使用され、独ソ戦の開戦時には104,200両のジスマイナス5が、軍用として配備されていた。1941年、 ナチスドイツのソ連侵攻を受けて、モスクワのジス工場の生産ラインは停止され、ボルガ側に面するウリアノフスクと、ウラルのチェリャビンスク地域に位置するミヤスへの疎開が行われた。ウリアノフスクのユスス工場は1942年2月から1944年まで、ウラルジス工場では1944年7月、戦後の1955年まで、 それぞれジスマイナス5トラックの生産を行った。1942年4月にはモスクワでの生産が再開され、1948年にエンジン乾燥型のジスマイナス50が登場するまで続けられた。1955年にはウラルジス工場も独自にジスマイナス5の改良系を開発した。これは新型エンジンと楕円形のフェンダーを持ち、 ウラルジスマイナス355あるいは単にジスマイナス355と呼ばれた。1941年、戦争による資源の欠乏のため、ジスマイナス5は設計変更を余儀なくされた。丸みを帯びたプレス製のフェンダーは曲げ加工で作られた平坦なものへの変更され、キャビンや足場も木製に交換、前輪ブレーキは廃止され、車体後部の扉は開閉するだけのものになった。 中には、右側のヘッドライトやバンパーを描いたものもあった。このように単純化されたモデルは、ジスマイナス 5V と名付けられ、1942年5月に、ウリアノフスクで生産が開始された。後には、モスクワやミアスでも製造された。生産数は、全工場合わせて100万両前後に達し、このうち53万2311両が、ジス工場で作られた。 戦時中に生産されたジスマイナス5は各モデルを合わせて8万3000両程度だった。第二次世界大戦中、ジスマイナス5はあらゆる戦線で使用され、その簡素かつ故障しにくい構造が高く評価された。ジスマイナス5は物資の輸送の他に、下方牽引車や兵員輸送車、燃料輸送車、作業車、救護車、下機運搬車としても使用され、 兵士からは3トンのペイロードにちなんで塗料布団化と呼ばれた。1933年から1943年にかけての期間、ジスマイナス5はギャス AA に次いで2番目に対応されたソ連の軍用トラックとなった。1943年から1944年にかけ、レンドリースポーによって大量のトラックがアメリカから供与されるとギャス AA は 広報任務に回されることが多くなったが、ジスマイナス5は第一線で働き続けた。ジスマイナス5は1941年から1944年まで続いたレニングラード包囲線において凍結したラドガ湖上にレニングラードへの唯一の補給路を形成するのに大きな役割を果たした。ジスマイナス5は初めて輸出されたソ連製自動車となった。 1934年にトルコに100両が輸出され、続いてアフガニスタン、イラク、イラン、スペイン、中国、ラトビア、リトアニア、エストニア、モンゴル、ルーマニアが輸入を行った。また、フィンランドは1939年の1940年の冬戦争で旅客した車両を、ドイツは独ソ戦で旅角した車両をそれぞれ運用している。 ジスマイナス5基本型の4二輪、駆動カー5トラック型。1934年から1941年。ジスマイナス 5V 間位生産型の4二輪、駆動カー5トラック型。1942年から1947年。ジスマイナス6三軸タイプの6四輪、駆動カー5トラック型。1934年から1941年。 ジスマイナス8ロングホイールベースのバス型。フロントガラスが垂直で全体的に角張った形状である。救急車としても使用された。1934年から1938年。ジスマイナス10トラクター、カーゴトレーラー型。1938年から1941年。ジスマイナス11ロングホイールベースの消防車型。 1934年から1936年、ジス -12 ロングホイールベースの特殊車両型。1934年から1938年、ジス -13 ロングホイールベースのガスタンク搭載カーゴ型。1936年から1939年、ジス -14 ロングホイールベースの特殊車両型。1934年、 ジスマイナス十五ジスマイナス五の後継として試作された型。九百三十七年。ジスマイナス十六ロングホイールベースのバス型。九百三十八年から九百四十一年。ジスマイナス八に比べ丸みを帯びたデザインになり、フロントガラスも後継している。ジスマイナス十六シージスマイナス十六をベースにした救急車型。 1939年から1941年、ジス -17 ジス -15 をベースに試作されたバス型。1939年、ジス -18 ガスタンク搭載カーゴ型、ジス -19 ダンプトラック型。1939年から1946年、ジス -20 試作型のダンプトラック型。 ジス -21 がスタンク搭載カーゴタイプの木炭自動車型。1939年から1941年。ジス -22 後輪部分を離体構造とした半送機車型。1940年から1941年。ジス -22M ジス -22 の走行装置、改良型。1941年。 ジスマイナス二十三ジスマイナス十五をベースに、試作された三軸六輪型。ジスマイナス二十四ジスマイナス十五をベースに、試作された四四輪駆動型。ジスマイナス二十五ジスマイナス十五をベースに試作された、カスタンク搭載カーゴ型。ジスマイナス二十六ジスマイナス十五をベースに、試作されたトラクター、カーゴトレーラー型。ジスマイナス二十八ジスマイナス十五をベースに、 製作されたエンジンテスト用車両。ジスマイナス三十マルチフューエルエンジン搭載型。九百四十年から九百四十一年。ジスマイナス三十一ガスタンク搭載カーゴタイプの石炭自動車型。ジスマイナス3 2 4四リンク等型。九百四十一年。ジスマイナス三十三ハーフトラック型で、ジスマイナス二十二とは、 立体構造が異なり、元々のトラックの後輪も天輪として使用されている。1940年、ジスマイナス34三軸タイプの64輪、駆動型。1940年から1941年、ジスマイナス35ジスマイナス33の改良型。ジスマイナス36三軸タイプの66輪、駆動型。試作のみ。 1941年、ジスマイナス41ハーフトラック型のジスマイナス 22M のキャブ部分を走行化し、2台部分にジスマイナス2 5 7ト、mm、ル対戦車砲を搭載した自走対戦車砲型。ジスマイナス42ジスマイナス 22M の改良型。1942年から1944年、ジスマイナス 42M ジスマイナス42の改良型。 ジスマイナス四十三ジスマイナス四十二のキャブ部分を走行化したタイプ。ジスマイナス四十四ジスマイナス 5V をベースにした救急車型。ジスマイナス五十ジスマイナス五のエンジンをジスマイナス百五十に換装したタイプで、対戦後の九百四十七年から九百四十八年に製造。ジスマイナス三百五十五戦後の九百五十五年に、ウラル自動車工場で、 ジスマイナス5ベースに開発されたトラック。ジスマイナス五十一ジスマイナス五十のダンプトラック型。九百四十七年から九百四十九年。LED 試作タイプの電気自動車型。九百三十五年。ジス、LTA ジスマイナス5ベースに試作されたキャブオーバー型のハーフトラック。九百四十九年。ジスマイナス5ウィキメディアコモンズには、 ジスマイナス5に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。